はい、こんばんは。この前教えたゾウさんの作り方の中で難しいというところがあるようです。やっぱり中割り折りのところだと思うんですけども、まあそういくつかを含めて説明していきたいと思います。まずこのお尻の部分を下に折り下げるときに、まあ、まっすぐにこう折るのもいいんですけれども、ちょっとこう内側に、ここ平行じゃなくてちょっと内側にこうする感じに折ると足が中に入って可愛くなります。こんな感じでこっちから見るとちょっとこう中に入ってる方がここにあるよりも可愛く見えますね。この辺ちょっと工夫してもらって、私はこっちの方が可愛いと思います。でこれは中割り折りなので、形をつけたところを戻して開けて押し込み、そしてまた折っていくと、これがまあこれが普通の中割り折りです。折り目をつけたところに折り上げる、折り下げるなり折り上げるなり、折り目がつけたところ、折り目がついたところにするというのが基本なんですけども、ここのお尻の部分とここの耳の部分はそれとは違うんです。そこを説明したいと思います。まずこのお尻の部分、ここからまあ、まっすぐ上にこう折り上げていきますね。裏側もこの下からまっすぐ上に折り上げていきます。この時普通の中割り折りだったら、ここの見えるかな、この線、つけた線を結局ひっくり返せばいいということで、この線に合わせようと。そしてね、この今折り目がついたところに戻ってくればいい。まあ、やってみますと、ここを押して、こう、元通りにこう戻ってくればいいと思うのがまあ、普通ですけれども、この場合はちょっと違って、このね、ここに、ここの角ありますね。ここの角。これを開けたら、この線を潰す。この線を平たくします。こう、持ち上げて、そのままこの線を押してきますね。押してきたら、この折り目をそのまま上から押してしまいます。見えるかな？ここに線があるんだけど、この線を線で戻さないで、線の上をさらに親指で押して、奥に、さらにあとちょっとだけ奥に押してしまいます。だから、まあもう線は全然気にしない。ここの線、折り目だけを使って、あとのさっきついた斜めの線はもう無視ですね。全無視。それで、こう、うまいこといくところに戻してくると、こういう形になります。ね、この耳のところも同じようにやってみますね。この足の幅、後ほどこれはこう中に折り入れて足の幅が短くなるので、ここの足の幅このぐらいかなっていうところに合わせて、この下から上に耳の幅をこういうふうに折りますね。これもこんな風になったらかっこ悪い。やっぱりちょっとこう耳の角度がある方がいいですね。これも同じで、ここの線とこの下の線、全無視です。持ち上げたら、この角の、ここね、これを潰してしまいます。もうポンって。そして、もうこの線の上に親指置いちゃう。それでこう戻してくる。と、こうなりますね。元の位置に戻しちゃうとここに来るので、ここに来るとやっぱりちょうど耳の形がこういうふうにはならないですよね。はい、それでまあゾウさんの顔なんですけど、まあ、こう折って下に折り下げる。でこの時に鼻がこっちに行きすぎるとよりも下にやっぱり入ってる、足と同じで内側に入ってる方がちょっと赤ちゃんっぽい感じで可愛くなります。でこれはもう折り目をつけて持ち上げて、折り目通りに中割り折り、折り目通りに
中割りより一回裏側に折ってこちらを戻してくるということですね。ご飯にする。で、もうもしこういう大きい形が可愛いなと思うんだったらもうこれでもいい。ここだけちょっとここの出っ張ってるとこだけ中にね折り入れてあげたら、もうこれでもなんかちょっと可愛い感じ。ちょっと尻尾は折ってね、ちょっと出してあげるけど、口に尻尾を折って出してあげるけれども、これでも可愛いですよね。ここに最後牙出しちゃうと、ここに。こういう風に牙をね、出してくると、ここ折るの忘れてましたね。これはこういう風に折ったら、ここを、こう持ち上げて、奥に押さえて、折り下げる。折れ目どこや。折れ目どこ行った？ちゃんとここキュッ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 とやらないとダメね。こう折り下げてくると。ちょっと変な感じになっちゃったかな。ここも、ちゃんと押して、折り下げてくる。ちょっと汚くなっちゃったな。ね。これでもまあなんかちょっと可愛いよね。可愛くできてますけど、これにさらに手を加えるとすると、ここを押して小さくして足をちょっと細くしますね。そして鼻を、これもねあんまり細かっても可愛くないからちょこっと折ってるだけです。ほら半分には折ってない。これを半分に折っちゃったら細すぎるから、ちょこっと折るだけぐらいかな。で、こう、上に持ち上げてしまうとここが折れなくなるので、片方ずつ、ちゃんと元の位置に戻して折る。こっち側も、こうやってこんな風に折っちゃったら、ここが折れないので、元に戻した状態で、ちょこっと折る感じですね。あれ、なんか、元に戻して。ね、したら、まあ、ちょっとだけ細くなる、まあ、この程度の細さもういいやんかと思えばさっきのでもいいですね。さっきの大きな形でもいいし、ちょっと細くするとこんな感じになりますね。やっぱちょっとリアルな感じになりますね。はい、頑張ってみてください。